マヌエル・エンリケ・メフート・ゴンサーレスは、スペイン・アストリアス州・ラングレオ出身の元サッカー、審判員である。経理の仕事についている。10代で、サッカー審判員の世界に入り、1987年から1990年まで、テルセーラ・ディビシオンの、1990年から1994年まで、セーグンダ・ディビシオン B の、 1994年から1995年まで、西軍ダ・ディビシオンの1995年から2010年まで、プリメーラ・ディビシオンの審判を務めた。1999年から2010年まで、国際審判員として活動した。2000年にはドイツで開催された UEFAU-18 欧州選手権で、初めて欧州サッカー連盟の主要大会を経験し、 2001年にはアルゼンチンで開催された FIFA フフワールドユース選手権にも参加。決勝のアルゼンチン対ガーナ戦で笛を吹いている。同年にはエクアドルで開催された南米ユース選手権にも参加した。2004年の UEFA ユーロ2004では2試合で笛を吹いた。UEFA カップでは今までに3試合で主審を務めた。UEFA チャンピオンズリーグでは 2004から05シーズンの決勝を含む37試合で主審を務めた。2007年11月17日には UEFA ユーロ2008予選のスコットランド対イタリア戦で主審を務めたが試合後にはスコットランドのメディアから猛烈な批判を受けた。スコットランドが本大会に出場するにはこの試合の勝利が必須だった。アラン・ハットンがイタリアの選手と競り合い。 選手はそれぞれ点灯した。腹心が至近距離で見ていたが、メフトはイタリアにフリーキックを与え、このフリーキックから得点したイタリアが勝利していた。スコットランドのアレックス・マクリーシュ監督は、ファウルの判定を信じられないと述べた。UEFA ユーロ2008本大会では、オーストリア対ドイツの試合で主審を務めたが、ドイツのヨアヒム・レーブ監督、 オーストリアのヨーゼフ・ヒッケルスベルガー監督それぞれに退場処分を与えた。2009年8月26日、メフトは再び疑わしい判定をして論争に巻き込まれた。エミレーツ・スタジアムで行われた UEFA チャンピオンズリーグのアーセナル FC 対セルティック FC の試合でキーパーのアルトゥール・ボルツがファールを犯したとしてアーセナルに PK を与えたが、リプレイ映像では アーセナルの選手がダイブの反則を犯したことが明らかであり、ボルツは潔白だった。セルティックは勝利を逃し、ユーロ2008予選の時と同じように、スコットランド人、サッカーファンに中傷された。同年10月10日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のスウェーデン対デンマーク戦では、スウェーデンがゴールネットを揺らしたプレーを二度も得点と認めず、 ズラカン・イブラヒモビッチに批判された。二度目の判定は、メフトと副審のどちらもプレーを見ていなかった。この試合の結果、スウェーデンは本大会出場を逃している。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグインテル対チェルシー FC 戦ファーストレグでは、ワルテル・サムエルのサロモン・カルーに対するプレーで、チェルシーに PK を与えなかったことで批判された。 この試合はインテルが2から1で勝利した。ありがとうございます。